はい、こんにちは。即価塾の久保です。あの、電気代って安くならないですかね私ね、今年の1月から電気会社切り替えたんですよ。毎月3万円ぐらい払っていた電気代が今は2万円弱です。夏の間もエアコンは24時間つけっぱなしにしております。まあもちろん冬もですけどもね。で、今年の冬からは完全にストーブもやめて、全部エアコンにします。全室にエアコンがね、ついに貼りましたんで。<laughs> えー、石油ストーブ、さよならでございます。 えー、ということでね、今回はね、電気代をなんとか安くできないかなっていう風な切り替えプランのお話になります。ぜひ内容を知りたい方はメンバーシップに入っていただきたいかなと思います。1回、1ヶ月390円です。翌月になったらやめてもらっても結構ですんでね、この電気代を安くする方法だけはちょっと知っておきていただければなと思います。この電気代どのくらい安くなるのかと言いますと、そうですね、3分の1の値引き、30%、33%の値引き、 ぐらいがまあ得になるというふうに思っていただければいいんじゃないかなと思いますまあもちろんね使ってる状況とか細かい設定とかにもまあよりますんで一概に3割減だよとは言えないんですけどもでも大体どんな人でも3割減になりますねうんまあメンバーシップの方でお会いしましょう電気代を安くしたい方もしくは電気代のお得情報を拡散したい方ね情報倉庫でお待ちしておりますでは